で全体はやっぱり回りません。30分程度で終わる予定なので、今日は幸いにも結構キノコがいっぱい生え始めたので、この中央フロア周りで結構見応えのあるキノコを見て、終わりにする予定です。ただ皆さん時間があればぜひ池を渡って向こうの森林に行ってほしいんですね。そうすると見るのは卵たちも生えてますし、その他いろんなあのキノコ生えてます。本当は卵かけメインで最後で終わろうかと思ったんですけども、ここまで行ってるともう1時間以上かかってしまう可能性があるので案内からはやめました。でもしまだ見てないという方がいたら、キノコ会場マップがありますね。クイズラリーのあれの入ってるマップがありますけども、こんなのあると思います。これで言うと左上に丸10番という場所がありますね。この丸10番よりちょっと左に行った場所、そこら辺に見事な卵たちが生えているので、ぜひそれを見てもらうといいかなと思います。でただ今からの案内もそうですし、その後卵たちにしろ何にしろ森の奥まで見に行ってもらう時もそうですけど、全面的に採集は禁止です。写真はいくらでも撮ってもらいたいんですけども、採集は禁止なので、ぜひ近寄るのはいいですけど撮らないようにお願いします。植物園全体が採集禁止という方針なのと同時に、明日もね、キノコ店は続くんですよ。でそのために案内するネタがなくなってしまうと困るので、絶対取らないようにお願いします。それから本来であれば植物園のほうが全部触ってもらいたいですね。だけどそれだけの人数でみんながちょっとずつ触ると最後まで倒れちゃうから、そうするとキノコ時々あるんですけど、キノコ店の最中に顧客案内者とか倒されちゃうんですよ。ある種まずいと思うんですね、やっぱり。埋め直してくれる場合があるんですけど、埋め直してもダメなんですね。キノコってのも根元が菌糸とつながっていて、酸素のものが下がれちゃうので、それと埋め直してもされていきます。ですからこうなったらもうバレますから、あのもう潔くそのまま倒しておいてください。今その前に倒さないようにお願いします。で、卵たちはそういうことですが、それ以外のキノコもいっぱい生えてます。それから今日の案内の後半あたりに大事になってくるので、せっかくなのでそれで説明したいんですけども、ちょうどこういうメリテン仕立ての、ぬいぐるみを持っている子がいたのでお借りしました。これとあるところに売られていたんですけども、最初がこれ見た時はこれ売れないだろうなと思ったんですけど、バカ売れしたんですよ。でさらにこの設計1メーター版のバーが全部バカ売れしたんですよ。だまあ理由の一つはこれ僕は監修したんですよ。だから結構リアリティある人になってる。最初はそのこのリードがもうちょっと立体的にできないかなとかね、ひだがないので、ひだ作ってくれませんかって言ったんですけど、それは、予算の関係もあって、今やったんですが、この代わりに、エロコスのスカートみたいなものですね。これが、ツバと呼ばれる方法です。ツバを持っているときは、ツバを持って、ライブを持っています。それから、根元にちょっとひだがついていますが、ツボと言います。ツボもいろいろで、例えば、卵たちの場合は、ツボが本当に立つようになってるんですね。一方、メリケン館の場合は、少し喜ばれているので、新たに持ってみようと。こんなツボを作るんですね。一口に、足の長く、ゆっくり口が上がるって、いろいろなんだけど、あらがれてる。それから、それぞれ、お金になっていただけるという特徴で、今日見てもらうというのが、今日の2年目に、
僕を抜かさないようにしてください。で、確認中に行った後にゆっくりよろしくお願いします。じゃあ、ちょっと進みますが、実は、ここから、すでに、立っている形で見えるんですが、それが最初に行った、高さ30センチぐらいの記録ですよ、行ったキノコです。おそらくこっち来る途中ですでに見た皆さんもいるかもしれませんが、すでに見えるかもしれませんが、ろっと見える道があるので、そこまで行きます。ただ、全員通りはやっぱり見えませんから、お伝えしようと思われます。ここから見えますよということを言うので、皆さん移動しながら、そこに行ったら見てもらえればと思います。ちょっとだけ進みます。大きいよ。ちょっとほら、キクラゲ触ってごらん。気持ちいいよ。ひんやり。これ本当はこのゲームの目の下まで行って見てもらおうと思ったんですけども、これは見てもらおうと思ったんですけども、全部食べるよ。変わんないですね。変わらないですね。まあ早くあの食べたもの行こう。行く。また見なくなったね。分かる人が皆さんの中に誰かがやってるんだ。分かってますんで、やらないで。ここはフルミナーノと僕らが呼んでる植物園に繋がるプールです。このフルミナーノは、セコイアとメトセコイアの並木になっていて、ちょうどこのゴツゴツしたセコイアですね。これを真横にして、横から見ると、10メーター先に高さ30センチくらいの広場が生えています。まだ歩道です。生えかけで、だからマッチポンみたいな形をして、肩がまん丸のままですけど、最終的にまん丸の傘が開いて平らになります。ここからは見えます、そこら辺の傘見える方はいますが、ぜひ移動してきた先でここまで来たら真左、左を